松ヶ崎駅は、京都府京都市左京区松ヶ崎6の、坪町にある、京都市営地下鉄、カラス線の駅である。駅番号は、K-02。駅は、北山2の下にあり、地下1階が、改札口1カ所のある、コンコース外、地下2階が、島式ホーム1面2線の地下駅である。地下1階と、地下2階は、エレベーターと、エスカレーターそれぞれ1機と、 階段2カ所でつながれている。出入り口は2カ所あり、1番出入り口が東側、北山2、南側歩道上に、2番出入り口が西側、北山2、北側歩道上に繋がっている。1番出入り口には、上りのエスカレーターが、2番出入り口にはエレベーターがある。2番出入り口には、京都市が運営する、駐輪場が併設されている。方面表記は、京都市交通局が、 ウェブサイトで使用しているものを示している。2018年度の1日平均上行人員は11,593人である。各年度の1日平均上行乗車人員は下表の通りである。高野川を挟んで東へ800メートルほどのところに、永山電鉄永山本線の修学院駅がある。北側には、御山送り火の妙の上山と法の上山がある。松ヶ崎では、 平安京戦と直後から米作りが行われた記録があるほか、源氏物語の夕霧の城にも松ヶ崎の名が現れている。稲作を中心とし、麦屋な種を裏作で作る豊かな土地だったが、松ヶ崎情報と呼ばれる地域の定めに従い、豊かさを維持するために文家が厳しく禁じられ、江戸時代を通じてほとんど人口が変動しなかった。1922年には、 上京区小山和佐町から倉間に至る路線の支線として、上京区柴竹初音町から分岐し、松ヶ崎村を通って二軒茶屋に至る路線が、京都伝統関係者により申請されたが、認可前に山畑を起点として二軒茶屋を目指すよう、変更されている。大正末期から、松ヶ崎地区の南側から徐々に宅地化が進み、1985年の北山通海通、 1997年、松ヶ崎駅開業により、店舗やマンションなどが増えていっている。最寄りのバス停は、松ヶ崎駅前及び松ヶ崎海事里町である。以下の路線が乗り入れ、京都市交通局及び京都バスにより運行されている。松ヶ崎駅前バス停、松ヶ崎海事里町バス停京都市営地下鉄、カラスマ線国際会館駅、松ヶ崎駅北山駅。ありがとうございます。